皆さん、こんにちは。株式会社プロイノベーションの久原と申します。えー、早速なんですけれど、えっ、ー、と、業務のデジタル化で売り上げをアップさせる方法というお話させていただくんですが、皆さんのデジタル化って聞いて、どんなイメージ持ちますかねなんとなくわかると思うんですけれど、うまく説明できない方もいらっしゃると思いますので、今日はですね、そのデジタル化っていう言葉に対して、少しですね、おさらいのような、あの、しっかりですね、言葉の、えー、意味を、えー、覚えていただいて、そこからですね、売り上げをアップさせる方法、 というようなんですね、お話しさせていただければと思います。今回ちょっとお話しする業務のデジタル化っていうのはですね、本当にあの、巷で皆さんよく聞く、あの、デジタルトランスフォーメーション、通称 DX、DX とかね、聞くと思うんですけど、そのお話ではないんですね。ただあの、安心してください。あの、このですね、デジタルトランスフォーメーション DX のお話は、今回お話しするデジタル化のそのさらにですね、先にありますので、 その、ちょっと DX の手前のお話なのかなっていう認識を持っていただければと思います。じゃあ、それではですね、あの、デジタル化を行う上で必要な言葉の整理をですね、させていただきたいと思うんですけれど、まあ、ステップ1、ステップ2、ステップ3みたいな形でありまして、このテレワークなんですけれど、大きく分けて3つありますね。あの、まあ、皆さんがイメージしてるですね、あの、在宅勤務っていうのもも,もちろん、えー、テレワークの一つではあるんですけれど、 あと二つはですね、えー、モバイル勤務と、えー、サテライトオフィス勤務っていうのがありますね。何ですかね、モバイル勤務。とかでサテライトオフィス。はい、また赤い文字出てきましたね。あの、インターネットで調べてですね、どこが重要なのか、何が重要なのかとかですね、そういったものっていうのは現場でしか落ちてなかったりするんですね。で、そういったものを、えー、と知っていただくためには先ほどの1%っていう予算の。 え、組み方であったりとか、このですね、業務時間のですね、業務にかかる時間がどれくらいかっていうですね、計測をしなければいけないんだよっていうのをですね、えー、まあ深くですね、考えていただきたいなと思います。売上をアップさせる方法っていうのがですね、この赤くなってるんですけど、どういう言葉になるかっていうとですね、デジタライゼーションで生まれたビジネスモデルで売上アップ。なので今日ですね、お話ししたかったのは、 え、業務のデジタイゼーションでコストを削減して、デジタライゼーションで生まれたビジネスモデルで売り上げをアップ。こういったですね、お話をしたかったんですけれど、こんな内容をですね、出したら誰も来ないんじゃないかなということで、かなりですね、柔らかい言葉にさせていただきました。このデジタライゼーションというのはですね、先ほどのちょっとあの、まあ、出てたと思うんですけれど、え、目的ですね。目的のところをかなりしっかり見ていただきたいな。市場に対応した新しいビジネスモデルの変革を目指しましょう。っていうことですね。